高崎裕樹です。お久しぶりです。最後の FC とチームの契約を解除して、日本に戻ることになりました。まあ現時点で日本のチームはまだ決まってないですけど、まあなんとかチャンスがあればどっか入ってもう少し頑張りたいなっていう気持ちあります。まあ、今空港にいるんですけど、もう本当お店も全部閉まってて、待機場も人いないですね。今2人ぐらい来たっすけど、全然誰もいないっす。今上から2人降りてきたっすけど、飛行機も人数制限があってなかなか満席じゃなくバラバラで乗るみたいですけど、まあとにかく日本に帰るってことで、まあ、残念な気持ちはありますけど、もうそれもしょうがないんで、まあ、求められるところでしっかりまた全力で戦えるように、とりあえず元気に日本に帰ります。また日本に着いたら、まあ飛行機の中とかも撮れるのかな、まあ時間があるときにいろいろ撮っていきたいと思います。ではまた。今、日本着きました。空港は空いてたんで、まあ、2時間ぐらい PCR 検査ですとか、まあ、誓約書書いたりですとか、あんなアプリダウンロードしたりですとか2時間ぐらいで済んで、まあ、これからレンタカーを借りて、公共機関は使っちゃダメっていうあれなんで、まあ、レンタカーでこれから松本に帰って、まあ、2週間自宅待機っていうことで、今から安全運転で松本まで帰りたいと思います。今無事に家に帰ってきました。息子は俺を覚えてるでしょうか。あいにくの雨でもう高速途中で通行止めになってたり、なんか山道が土砂崩れになってたりで結構時間かかりましたけど、なんとか帰ってきました。工事覚えてればいいですけど、ちょっと行ってみます。ただいまー。おけちゃん、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 おこじ、こじ、おいで、こじおいで、こじほら、誰？誰？お、ももじゃん。くじ。ももおいで。きちゃん、きちゃんもも食べたらしいじゃん。もも食べちゃった？怒った。もも、おいで。もも。ピーちゃんが一番喜んでる。ももちゃん。
今日何してた？今日何してた？どこ行っ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 た？マック。マック食べた。誰かわかる？誰？誰の呼んだり？恥ずかしい？恥ずかしいって恥ずかしい？ここで遊ぶ？コジこの前泣いてたでしょ？怖かった？イオン、イオンにお化けいた？誰いた？やっと2週間の自主隔離が終わります。もうひげも向こうで剃ってきたのにもうボーボーで、髪もモサモサしてるんで、まあとりあえず、まあ、美容室行ってちょっと髪と、まあ、色もしっかり入れ直したいなっていうふうに思います。まあ、2週間経って、まあ、今コロナが増えたりですとか時短要請とかマンボウとかいろいろあるので、まあ、なかなか外には、まあ、行くのはちょっと危ないと思いますので、まあ、子供も小さいですし、まあ、様子を見ながら生活していきたいなというふうに思います。まあ、とりあえず、僕は元気にやってるので何かしらいい報告ができればいいなというふうに思いますし、まあ、僕自身まだまだサッカーができるというふうに自負してますので、もう少しやりたいなというのが、まあ、本音ですね。一番はやっぱりこのまま終わるのがなんか虚しいっていうか、自分の中で燃え切れないっていうか、まあやり残した部分っていうのがまだ心のどっかにあって、まあ、そのモヤモヤを解消できるように、まあ、しっかり体作って、まあ、万が一呼ばれた時に、力発揮できるように頑張っていきたいと思います。もうこういうの僕慣れてるので雑草魂で諦めず頑張っていきたいと思います。ちなみにですね、まあ空港、ベトナムから、まあ、日本に帰ってくるまでの、まあ、流れっていうのは、まあ、なんかの役に立つかなっていうふうに思うので、まあ、ベトナムからの話ですけど、まあ、ベトナムからは夜の便で JAL さんの飛行機で、チームが用意してくれた飛行機で、帰ってきたんですけど、まあ、大型機に20人ぐらいしか乗ってなかったです。人数制限もあるかもしれないですけど、だいぶ少なかったですし、夜発で朝、7時に空港に着いて、そこから、まあ、10人ぐらい距離を置きながら羽田空港に、めちゃめちゃ歩きましたね。いろいろアプリを落として契約書にサインしたりですとか、そのアプリのやり方を説明したりですとか、健康状態ですとか、行ってた国のどこ行ってたとか、いろいろこと細かく調べるので、でそこで唾液で、PCR 検査して、この後何したっか、そのアプリの使い方とか、それをね、羽田空港ね、ずーっと歩いて各部屋でその検査したりですとか、また歩いてその部屋で、誓約書にサインしたりですとか、また歩いてアプリの説明を受けたりですとか、で歩いて何箇所歩いたかな、結構歩きましたね。でトータル、PCR の結果待ちも含めて2時間、スムーズにいて2時間ぐらいですね。2時間ぐらいで入国手続きをして無事荷物を受け取って帰れたっていう状況でしたね。まあ、僕は朝7時に着いたんで、かなり空いてた方ですけど、まあ、混んでたらもっとかかるのかなっていうのは思いますし、こっち日本に来てなんかアプリを2種類落とすんですけど、まあ、毎日定期的に電話かかってきたりですとか、今の居場所を教えてくださいっていう連絡が、まあ、1日2回ぐらいあったので、まあそれは随時やってました。なのでどうだろう、
まあ、ベトナムに比べたら、まあ、緩いっちゃ緩いですけど、まあ、ベトナムは本当部屋から一歩も出れなかったんで、部屋から一歩も出れないし、その空港からホテルまでの移動 もう防護服着て、もう厳重なあれだったんですけど、今ベトナムがねすごいあのコロナが爆発的に増えちゃって、ロックダウン何日だ、1ヶ月半ぐらいやってますね。今も一番厳しく、もう外出もしたらね、ご飯っていうか、その食料も配給制っていうので必死に抑えようとしてますし、日本もなかなか収まる気配はないですけど、まあ、皆さんで協力しつつ、まあ、このコロナを、まあ、乗り越えていきたいなっていうふうに思います。まあ、そんな感じの、まあ、ベテランからの帰国状況でした。また何か知りたいなっていうことがあれば随時書いていきたいなというふうに思います。それじゃまた。